日本共産党の笠井亮です。早速質問に入りますが、去る2月13、14日とメキシコのナジャリットで第2回核兵器の人道的影響に関する国際会議が開催されましたが、外務省岸副大臣、端的で結構ですが、その概要と評価について、説明お願いしたいと思います。外務副大臣。委員お尋ねの第2回の核兵器の人道的影響に関する会議の結果評価でございます。これはこの核兵器の使用の影響について科学的見地から議論を行う専門家レベルの会議ということで開催をされまして、我が国からは政府関係者、そして被爆の医療専門家、被爆者、また被爆3世の方に参加をしていただきまして、議論に積極的に貢献をしてきたところでございます。核廃絶に向けてどのようなステップを踏んでいくべきかについて、現実的な核軍縮措置の実施を重視する声もありましたけれども、核兵器は禁止されるべきとの意見も出され、議長総括では核兵器の禁止に向けた法的拘束力のある規範づくりを施行するという考えが示されたところでございます。笠井君。この間この125カ国が連名で、核兵器の非人道性に焦点を当てて、そしてその使用を禁止予算に反対をし、この核兵器の廃絶を求めるという共同声明が出されました。で、核兵器のない世界に向けて非常に積極的な動きだと思うんです。そういう動きの中で今副大臣からお話ありました今回の会議が開かれたわけですが、とりわけ被爆者の方々が証言をして核兵器の使用は人間性を否定する行為だと、今こそ核兵器廃絶をという訴えは参加者の胸を打ったと伺いました。会議では非同盟諸国など多くの政府代表が核兵器禁止条約の交渉開始など具体的な措置を始める段階だという意見表明をしたということでありますが、そういう中で今副大臣がなりましたメキシコ政府がまとめた議長総括があって、我々はこれまで過去に兵器は違法化された後に廃絶されてきたことを考慮する必要があると、我々はこれが核兵器のない世界を実現するための道であると信じていると述べて、法的拘束力のある措置を通じた新たな国際基準または規範に到達するための国と市民社会のコミットメントへつなげるべきであると、コミットメントへとつなげるべきであるというふうに述べておりますが、こうした総括について大臣はどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。外務大臣。メキシコで開催されました、今回の会議ですが、核兵器の人道的影響に関しまして、科学的な見地から専門家が知見を深める、大変重要な機会であったと私も認識をしております。そしてこのご指摘の議長総括につきましても、もう核兵器のない世界を目指すというこの大きな目標については間違いなく我が国とこの共有をしていると認識をしております。そしてその同じ議長総括の中にご指摘のようにこの法的拘束力のある規範づくりを施行する考え方が示されました。この点につきましてはこの現在の我が国のこの安全保障政策、この拡大抑止政策を含むこの安全保障政策と両立する形で、この段階的に核軍縮を進めているというこの我が国のアプローチ、これとのこの整合性に関しましてこの確認検討する点はあると考えております。いずれにしましても核兵器のない世界というこの大きな目標については間違いなく共有しておりますし、ぜひ現実的かつ実践的な取り組み、これを着実に積み重ねていきたいと考えています。笠井君。会議の場でも私に言わせれば残念ながら日本政府代表は現実的で実際的な努力を強めるというふうに述べただけで核兵器禁止条約の必要性には触れなかったということでありますが、今シリアの核兵器全般に向けた動きを踏まえて核兵器の違法化と禁止条約を求める、そういう点からも声が高まっている状況です。核兵器禁止条約が1993年に調印をされた、97年に発効しましたけれども、今回新たに加わったシリアを含めて190カ国という圧倒的多数の国々が参加をしていると。
で今回の一連の動きで化学兵器の全面禁止廃絶は実現できるのになぜ究極の破壊的非人道的兵器である核兵器廃絶ができないのかとこういう声が上がっているのも説得力あるあの意見だと思うんです。でこの今回の議長総括はこの目標に資する外交プロセスを立ち上げる時が到来したというふうに述べてこのプロセスが特定の期限最適な議論の場の定義及び明確かつ中身のある枠組みを含むべきだというふうに強調して今こそ行動の時であると広島長崎への攻撃から70周年の節目が我々の目標を達成するにふさわしい礎になるともはや後戻りできない地点であるというふうに述べています。私大臣本当に今こそ政府がですね被爆国政府としてイニシアチブを発揮すべきだと思うんですがあの外務省に伺いますと見ますとあの今回 の, あの評価を見ますとオーストリアが本年後半に第3回会議を主催する旨表明をしメキシコ会議のフォローアップが行われることになったところ我が国としていかなる対応を取るべきか検討する必要があるというふうに外務省の文書にあります。そこで大臣次回の会議に向けて、まあ、どういうことについて検討を対応を検討する必要があるというふうにお考えなんでしょうか。外務大臣、まず核兵器の人道的影響についてこの正確な認識を持つということは軍縮不拡散を進めていくための出発点であると認識をしております。核兵器のこの非人道性このいかなるこの核軍縮アプローチを取る際にも考慮をされなければならないと思っておりますしその議論は普遍的かつ開かれた形で進められることが重要であると考えております。ですからその今回のまずこのメキシコ会議ですがこの科学的側面について知見を深めていくとともにこの核兵器の非人道性について認識を世代と国境を越えて広げていくこういった点大変重要だと考えております。こうしたこの非人道性の問題今年4月の NPDTI 外相会談においても、ぜひ、しっかりとですね、この議論をして有益な提案に続けてつなげていきたいと思っております。そして今ご指摘のオーストラリア政府が本年後半にこの主催する予定になっております第3回のこの会議についての対応ですが我が国は唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界を目指すというこの目標については共有をしております。こうした大きな目標に向けてどのようにアプローチしていくのかこういった点をしっかり考えながらこの参加について考えていかなければならないと思います。いずれにしましてもオーストラリア政府このどんなこの方針で会議を主催するのかこの辺につきましては現状は明らかになっておりませんのでぜひしっかりと意思疎通を図っていきたいと考えています。オーストリアだと思うんで、はい、はい、次期開催国のオーストリア政府代表は壊滅的な結果をもたらす核兵器は軍事安全保障ではなく人間の安全の観点で取り組むべきだと日本も引き続き積極的に関与してほしいというふうに述べております。今大臣に伺っていると参加するかどうかもわからんという話で見てみないとみたいな話なんですがそういうことまで含めて考えるということですか。外務大臣、ぜひこの核兵器のない世界を目指すとする目指すために、目指すというこの目標を共有しているわけですからさまざまなこの現実的なアプローチが認められなければならないと存じます。ぜひその目標に向けて共に協力できるこうしたこの環境を作っていきたいと存じます。オーストリア政府ともしっかりと意思疎通を図っていきたいと思っています。オーストリアを含めて世界から大きな期待がある被爆国ですのでしっかりと対応する必要があると思います。もう一点外務大臣今拡大抑止という問題や核軍縮ということで、段階的にという話も言われたわけですが一点伺いたいんですが大臣が1月20日に長崎で核軍縮不拡散政策スピーチということで、政府の新たな核兵器に関する政策を明らかにされました。でこの中で大臣は核兵器を保有する国は核兵器の使用を個別的集団的自衛権に基づく
極限の状況下に限定するということを宣言すべきだというふうに主張されていると思うんですが、これはどういう意味ですか。外務大臣。今年、1月20日ですが、長崎大学の会場をお借りしまして、国民対話をさせていただきました。その際に核軍縮不拡散政策スピーチを行わさせていただいたわけですが、その中身としまして3つの提言ということで、この核兵器 この数の提言、役割の提言、さらには動機の提言、こうしたこの3つの提言を通じて核兵器のない世界を目指す、こういったこの道筋、考え方を示させていただきました。そしてご指摘のこのスピーチの部分でありますが、あれは核兵器のこの役割の提言の部分におきましてですね、核兵器がまず基本的に核兵器が将来二度と使用されることはあってはならないというふうにまず考えます。そしてその上で今現実を見た場合にはですね、この核兵器を保有する国が存在いたします。そしてその国の中にはですね、この核兵器の使用の可能性を広く取っている国もある。しかしやはり核兵器保有国はやっぱり この個別的集団的自衛権に基づく極限の状況下にこの使用を限定する、こういった宣言を自ら行うことによって核兵器の役割を提言することから始めて、そしてこの大きな目標であるこの核兵器のない世界という大きな目標に向けてこの最終的にはこういった大きな目標に向けてつなげていく、こういった考え方を今言った部分で示させていただいた、こういった次第です。いろいろ説明されたんですが、要は核兵器のない世界に至るまでは個別的集団的自衛権を行使するような戦闘であっても、このつまり広く取るんじゃなくて狭い極限の状況下と判断すれば核兵器の使用は許されると、そういうことを被爆国の政府が言われたと、外務大臣言われたということなんでしょうか。外務大臣。今現実に核を保有している国が存在いたします。その現実から核兵器のない世界というこの大きな目標にどうつなげていくのか、これを申し上げさせていただきました。その目標に向けて現実的にどういった考え方をするべきなのか、これを申し上げさせていただきました。核兵器は二度と使われてはならないと思いますし、ぜひ一日も早く核兵器のない世界という大きな目標を実現するべく努力をしていきたい、こういった考えに基づいて発言をしております。笠井君。それだったら極限の状況下であればみたいな話はしない方がいいんですよ。したらいけないんですよ。でそれは先ほどあったその共同声明で非人道性について告発して、それについて許されないということで日本も加わった、拒否をした経過があったけど加わった、いかなる状況下においても使用されないことに人類の生存がかかっているということを謳っているわけです。でそういうことを謳ったのとも明らかに矛盾する、極限であればいいという話になります。誰もそう受け止めるから、被爆者も広島も長崎も被爆地もそして国民的にも怒りが広がっているわけです。しかもそういうことになりますと、結局非核保有国に対してこのいろいろとですね、核兵器使ったりあるいは威嚇しないことを約束するというようなことを求めるということを、やったとしてもですね、何の説得力もないということになります。まさにそういう点ではこういう発言は撤回すべきだと思うんですが、いかがですか。外務大臣。説得力がないというご指摘ですが、私はそうは思いません。現実に核兵器を保有している国が存在いたします。しかしこの現実からですね、大きな核兵器のない国世界を目指すという目標に向けてどう近づけていくのか、これをですね、現実的にこの考え方を示すことこそですね、これは責任のあるこの態度ではないかと思っています。唯一の戦争被爆国としてこの核兵器の非人道性を最もよく知る国として、この現実の世界に対してどのようにこの大きな目標に向けてこの進めていくのか、こういったものを示すということ、このことは大変重要な態度ではないかと考えています。笠井君。被爆国ですから、いかなる状況にあっても
使っちゃいけないというのがやっぱり国民の原点ですし、あの被爆の原点なわけです。そういう点では状況によっては使用は認められるというようなことについて、そういうことになるような発言をやっては絶対ならないし、非核保有国がやること自体はおかしいんですが、被爆国がやるということはもうあってはならないと思います。今年はビキニ地帯から60年の年でありますけれども、まさにそういう年でもあり、来年70周年という被爆の年を迎えようとしている、今こそ日本政府が根本的にこの態度を改めるということを強く求めていきたいと思います。次に、沖縄県名護市辺野古での新基地建設問題に関連して、若干質問いたします。報道によれば、この新基地から米軍が最新鋭の F-35B ステルス戦闘機の運用を想定していることが2月12日の沖縄防衛局職員の発言で明らかになったとありますけれども、これは事実でしょうか。若宮防衛大臣政務官。お答えさせていただきます。笠井委員ご指摘の報道については承知をいたしてございます。ただ日米で合意をいたしました平成18年5月の再編実施のための日米ロードマップ、これ明確に記述をされておりますとおり、米国政府は普天間飛行場代替施設におきまして戦闘機を運用する計画は有してございません。笠井君。それでは伺いますが、辺野古新基地これから作ろうとしているという、まあ、政府のあれですが、この配備が狙われている MV オスプレイ22オスプレイは強襲旅客艦でも運用できる垂直離着陸機でありますけれども、F-35B というのも同じく短距離の離陸が可能な垂直離着陸機だと思うんですが、それは間違いありませんか。若宮防衛大臣政務官。お答えさせていただきます。今ご指摘いただきました F-35B の性能につきましては、アメリカ側よりは正式には通知を受けているわけではございませんが、一般的に申し上げますと F-35B は AV-8 ハリアー等の後継機として海兵隊向けに開発されました短距離離陸垂直着陸型の戦闘機でありまして、我が国に導入される F-35A と比較いたしまして、兵器搭載量や最大離陸重量等は少なく、戦闘行動半径が短い機種であるという、そのように認識いたしております。笠井明君。まあ、そうしますと、オスプレイと同様に短距離垂直離着陸が可能な機種であれば、辺野古の、まあ今作ろうというふうに政府が言っている新基地で予定される1800メートルの滑走路でも十分運用できるということになりますね。若宮防衛大臣政務官。誠に恐縮でございますが、繰り返しになりますが、日米で合意をいたしましたロードマップに明確に記述をされておりますとおり、現在、米国は普天間飛行場代替施設におきまして、戦闘機を運用するという計画は有してございません。笠井君。計画の有無聞いてるんじゃないんです。垂直離着陸ができるということが今認められ言われたので、1800メートルの滑走路でもそれが離着陸が可能ではないかと、可能性、そういう技術的な話をしているわけです。若宮防衛大臣政務官。重ね重ねでございますが、F-35B が、短距離の離陸、そして垂直の着陸、これでこういう機能を持っている機種であるということは承知をいたしてございます。その性能等の詳細につきましてはですね、私もとしては承知をしておりません。またその代替施設におきまして、戦闘機を運用するという計画は現在ございません。この代替施設におきまして運用可能かどうかということについては、防衛省としては申し上げることができない状況でございます。笠井君。じゃあ角度変えて聞きますけれども、 F-35B については昨年10月の2+2日米安全保障協議委員会の共同発表の中で、米国外における初の前方配備ということで、2017年の配備の開始が確認をされております。日本での具体的な配備計画というのはどうなっていますか。若宮防衛大臣政務官。
委員ご指摘のとおり初めての配備ということで計画はされてございます。米海兵隊による F-35B の米国外における初めての前方配備、2017年の同機種の配備の開始につきまして、おっしゃるとおり先般の2プラス2での共同発表 におきまして日米両政府で確認をいたしておりますところでありますが、配備先を含めましてその詳細につきましては今後日米間で協議をするという形になってございます。笠井君。先ほど答弁の中で若宮専門官がおっしゃっていて F-35B はやはり後継機という話も認められましたが、普天間の宜野湾市の普天間基地ではこれまでも岩国基地所属のハリアーが離着陸をしております。で戦闘機を運用する計画はないというふうに言われますけれども、辺野古に新基地ができればハリアーの後継機である F-35B が岩国基地から飛来することもあり得るんじゃないですか。これはどうですか。若宮外務大臣政務官。誠に恐縮でございますが繰り返してございますが現時点では一切そういった計画がないものですから、そういった答えの争点ではお答えできない状況でございます。笠井君。繰り返しになっている部分についてちょっと私根本的な問題提起したいんですが、先ほどロードマップで平成18年5月の、再編実施のためのロードマップ、日米のロードマップということで、代替施設において戦闘機を運用する計画はないというふうに、政務官答えられました。でロードマップでそういうふうに書いてありますか。何て書いてありますか。その部分若宮防衛大臣政務官。お答えさせていただきます。2006年5月1日の沖縄における再編につきましての項目でございますが、そのポイントのところだけ申し上げますと、米国政府はこの施設から戦闘機を運用する計画を有していない、こういった文書で明記をされてございます。笠井君。先ほど政務官はそれを読み替えて言ったんです。わざわざ 米国政府はこの施設においてってあなた言われましたよね。違うんですよ。ここはこの施設から戦闘機を運用する計画を有していないって言うんですよ。アットじゃなくてフロムって書いてあるんですよ。でしょ。だからここにあるものが運用するっていうんじゃなくて、ここにあってここから運用するっていうんじゃなくて、この代替施設から運用する計画を有していないっていうふうに言ってるわけですから、その違うんですよ。つまり、そういう点で言うと、代替施設において運用する計画は否定してないんじゃないですか。からって書いてあるんですよ。置いてじゃないんですよ。だから一切ここでは使いませんよって書いたんじゃなくて、この代替施設から運用することはないって書いてあるんですよ。違うんじゃないですか。つまりさっき私言ったみたいに、飛来してここ来てここで使うってことがあるってことじゃないかって言っているんです。そのことを聞いてるんです。若宮防衛大臣政務官。ちょっと私の言葉足らずでございまして、大変ご失礼いたしました。この施設からとフロムかということでございますが、そうでございませんで、この施設において戦闘機を運用することはないという意味合いでございます。委員長。違います。笠井君。ロードマップはあなた、政務官読み上げたけど、米国政府はこの施設から戦闘機を運用する計画を有していないってあるんですよ。英語でもフロムって書いてあるんですよ。置いてじゃないんですよ。ここ大きな違い。だから、ここから運用することないけど、ここに来るってことはあり得るってことでしょう。それがさっき私言ったような岩国から日本に配備したら、それが来て、ここに来て、で、ここ使うってことあるってことじゃないですか。だから冒頭に聞いた沖縄の防衛局の職員が言ったのは正直に言ってるんじゃないかっていう話なんですよ。可能性あるってこと。若宮防衛大臣政務官。ごまかしちゃダメですよ。お答え申し上げます。本当に恐縮でございますが、当該その職員がその一般論として、性能上その運用可能と思われるということでお話をしたのかもしれません。そんな内容私もつまびらかに聞いたわけでは直接ないんですが、その上司でありますその沖縄防衛局次長は、F-35B のこの代替施設におきましての配備予定はないということで、しっかりと発言をしております。笠井君。技術的な話でね、こう言ってるんじゃないですか。私はでも今技術的なことも議論しましたよ。だけどロードマップに何て書いてるかって言ったら、政務官はにおいてこの施設において運用する計画を有していないっていう話を繰り返し言われた。繰り返し繰り返し言われた。
だけど違って、ここに正式に日米合意してるのは、この施設から運用する計画はないって言ってるだけで、この施設で使うことがないって言ってるわけじゃないんですよ。時間来たんで、委員長にちょっとお願いなんですが、この防衛局が沖縄県に提出した辺野古の新基地建設に伴う環境アセスには、F-35B などの戦闘機の離着陸を想定した住民生活への影響調査は行われておりません。それで戦闘機の運用が想定されるのであれば、アセス自体の前提が変わってくる問題でありまして、発端になりました、そして地元新聞でも大きく報道されましたが、沖縄防衛局には、この2月12日に防衛局職員が行ったという発言について、詳細な記録があるはずであります。で、その記録について、防衛省に本委員会に対して提出するように求めたいと思うんですが、委員長、お計らいお願いします。今のご発言につきましては、後日、理事会で協議させていただきます。じゃあ、時間になりましたんで、この問題、質疑やらせていただきます。終わります。一言だけ、ちょっと外務大臣、追加でいいですか。はい、外務大臣、すいません、すいません、ちょっと確認のために、ちょっと付け加えさせていただきます。先ほどの長崎スピーチのこのご指摘の点ですが、あの部分につきましては、この核兵器 この役割の低減について、このどうこの核兵器のない世界に向けて進めていくのかという考え方を示したわけでありまして、その範囲であればですね、核兵器を使っていいなどということを申し上げているわけではありません。核兵器の使用があってはならないという考え方、このことにつきましてはいささかも変わりがないということは確認のために申し上げさせていただきたいと存じます。ちょっと今一言あったんで、最後に最後終わりますけれども、これやったらまたあれですけど、にもかかわらずですよ、極限の状況下に限定するということで核保有国に対して核兵器使用問題について宣言せよということは、そういう限定だったらいいよってことを認めちゃう話になるんですよ。だからダメって私は言ってるんで、みんなそう思ってますから、大臣よくそこ考えてください。また引き続きこの問題議論したいと思います。終わります。